ホールドというふうに覚えていただければいいと思います。なのでもう一回まとめます。ホールドというのは、はい、お疲れ様です。12月11日、本日のカープ KT です。今回もご視聴ありがとうございます。今回の動画は、ドンということで、いつもですね、カープのニュースをね、チェックしていく動画となっておりますけども、今日はですね、視聴者さんの方からリクエストというか質問が来ましたんで、このホールドについて喋っていきたいなというふうに思いますんで、よろしくお願いいたします。なので、いつもね、カープのニュースチェックコーナーをね、期待して動画開いていただいた方は、今日はですね、スルーしていただいてもね、構わないんですけども、まあ、ホールドについてね、自分も自分のね、知識の中で喋っていきたいというふうに思うんですけども、ひょっとしたらね、間違っている部分もあるかと思いますんで、チェックしていただけるとありがたいかなというふうに思います。もし間違っていましたら、コメント欄で教えてください。よろしくお願いいたします。はい、ということでですね、ホールドについて喋っていきたいんですけども、まあ、ホールドというのはですね、試合を見ながら、ここはホールドつくとこかな、つかないとこかな、こうなったらつくのかなというような目線でね、見るものではないというふうに思いますんで、はい、完全解説というよりは、まあ、簡単にね、ちょっとそういう雰囲気なんだよといったところでね、説明していきたいなというふうに思いますんで、よろしくお願いいたします。はい、では、ね、早速、ホールドについて解説の方を行っていきたいと思います。もう今日はですね、ウィキペディア、すべてのソースはね、ウィキペディアから来ています。ウィキペディアをお借りいたしました。まず、ホールドのね、概要といいますか、定義なんですけども、まあ、野球において一定の条件を満たした救援投手に与えられる記録、リリーフの分業化が進み、本来は救援投手全体のための指標であったセーブがクローザーに独占されるようになったことを受けて、1986年にアメリカで考案された抑え以外の中継ぎ投手のチーム勝利への貢献度を客観的に評価する指標となるということで、まあ、昔はですね、先発投手が最後まで投げるのがもう筋だろうというような、ね、時代もあったんですけども、まあ、昨今ですね、球数管理だったりね、いったことが主流になってきまして、まあ、MLB では100球前後で、ね、交代するというのが主流になってますし、まあ、日本でもですね、110、120投げたら多いなと言われますね。はい、中6日で投げるんですけども、110ぐらいをね、目処に交代するピッチャーが多いということで、まあ、直接ね、クローザーの守護神の方にね、つなぐことができればいいんですけども、まあ、なかなか110球でね、8回、9回投げるというのは難しいということで、やっぱり7回、8回をね、投げるピッチャーもね、勝ちゲームでは特に重要だろうということで、まあ、そのね、7回、8回を担うピッチャーも、まあ、9回をね、担うピッチャーと同じぐらい大変なんだぞというところで、まあ、そこをね、評価する仕様を作ろうじゃないかということで始まったというふうに覚えてください。まあ、日本での始まりで言いますと、やっぱり JFK ですかね、前のタイガースで岡田監督がね、監督をした時に、ジェフ・ウィリアムス、そして藤川さん、当時はですね、セットアッパーから入りますね、藤川さんがいて、久保田さんと、いった並びのね、もう6回までにリードしていたらタイガースは負けないだろうというようなところを作ったこの JFK ですね、7、8、9、盤石にすると、チームは強くなるんだよという流れを作った岡田さんがいるんですけども、まあ、その辺がね、日本での走りかなというふうに思っておりますけども、まあ、そういった意味で、中継ぎも大事なんだよということで、このような、ね、ホールドというものが、出てきています。はい、そのホールドなんですけども、まあ、誰でも、ね、取れるわけじゃなくて、いろいろ条件があるということで、その条件を、ね、順番に見ていきたいというふうに思います。はい、まず1個目ですね、先発投手、そして勝利投手、敗戦投手のいずれでもなく、セーブが記録されてもいないことというふうに書かれています。まあ、先発投手といったところは当然外れますね。先ほどの定義のところで、中継ぎ投手という言葉が出てきましたんで、まあ、当然先発投手ではないことというのがまず第一にあります。そして、まあ、ここの3つですね、あとの3つ、勝利投手、敗戦投手、セーブというのが、出ているんですけども、まあ、この3つの方が序列では上だというふうに見ていただければいいかなというふうに思います。まあ、その、ね、3つの方が3つの権利が、ね、発生しましたら、そちらの方が優先に来るよというぐらいの感じで覚えてください。なので、ホールドの権利があっても、勝利投手だったり、ね、セーブの方が、ね、つくんだというのが、ね、ケースになりましたら、そっちが優先されるということで、この1つ目の条件を覚えてください。で、2つ目、自チームの最終守備イニングの3アウト目を取った投手ではないことということで、まあ、ここもね、簡単に言いますと、最終イニングなんで、中継ぎしてないですね、継いでないんで、完結してしまいましたんで、ホールドの権利はないというふうに覚えてください。で、アウト1個以上を取ること、3つですね、アウト1個以上を取ることというところでいきますと、まあ、この後ね、詳しい条件の方入っていくんですけども、登板して、ランナー3人、フォアボール3つで出したけど、リード保ったまま降板したよ。だからホールドちょうだいって言ってもね、お前アウト1個も取っとらんやんけ、と
ということで、まずアウトは絶対に1個取らないとホールドはつきませんというふうに覚えてください。はい、まあ敗戦投手はねアウト1個も取らなくてもつきますけどね、まあ、ホールドはちゃんとねアウト1個取ってくださいということになっております。はい、で4つ目ですね、降板した後自身に記録された失点によって自チームが同点に追いつかれるまたは逆転されていないことということで、まあリードした場面でね登板して、先頭バッター、しっかり打ち取りました。その後、また調子崩してフォアボール3つ出してね、ランナー3つ埋めました。で降板させられました。でもアウト1個取っとるから権利だろうというふうにはなるんですけども、その後ですね変わったピッチャーが打たれてしまって、同点もしくはね勝ち越しを許してしまったら、もうそうお前が出したランナーだろうということで、そのねせっかくワンアウト取ったんですけども、ホールドの権利は発生しないという感じで覚えていただければいいかなというふうに思います。なのでホールドといってもね結構条件もありますんで、その辺覚えてください。はい、さらに深掘りしていきたいと思います。ドンということで、自チームがリードしている状況ということで、まあ先ほどのね、4つの条件というのは最低条件なんですけども、さらに細かく見ていきますと、まずリードしている場面でいきますと、まあ3点リード以内の、3点以内の、リードの場面で登板し、1イニング以上を投球するということで、まあここはですね、セーブと同じ条件だと思うんですけども、まあ3点以内であればしっかりね、1イニング、0で抑えれば、0と言いますかね、リードを保った状態で抑えればホールドつきますよということになっております。で2つ目、点差に関わりなくリードした状況で登板し3イニング以上投球するということで、ここもねセーブと同じなんですけども、まあ、10点以上でね登板して1イニングだけだったらねホールドつかないんですけども、それをねしっかり3イニングね、もう長いですね、9回のうちの3イニングなんで3分の1投げればもう点差に関係なくあなたはホールドつきますよということになっております。はい、で3つ目ですね、ここちょっとねめんどくさいんですけども、迎える2打者に連続ホームランを打たれたら同点または逆転される場面で登板するということで、まあ先ほどね1個目の3点以内のねリードの場面で登板し1イニングということで3点縛りがあったんですけども、その3点縛りが崩れる条件ということでドンということで、まあランナーなしであればソロホームラン2発打たれば、打たれれば2点差以内のところでホールドの条件だ。ここもね多分全部セーブシチュエーションと一緒だと思います。でまあ一番下をね見れば一番わかりやすいんですけども、5点差ついていてもランナー満塁だったらね2人連続でホームランを打たれれば追いつかれてしまうということになりますんで、3点以上点差があっても満塁の状況で登板すればそこをねしっかり抑えきればホールドはつきますよというふうになっております。なので、まあ、3点以内だったら1イニング、3点以上だったらなんかランナーが溜まっとったら、ホールドつくんじゃないかなという形で見ていただければいいかなというふうに思います。もうここをね細かいところねいちいち試合の、状況を見ながらね、あ、ここホールドつくのかな、つかへんのかなみたいな感じで見ていたら試合の流れからね置いていかれますんで、まあ結果的にね H がついているかついていないかをね、ホールドがついているかついていないかを、試合後に見るぐらいの感じでね、もうこういう細かいところはねあんまり覚えないでいいと思います。3点差以内、それかランナーがねそこそこいるかいないかといったところを見てください。次はですね同点の状況ですね。はい、ここもですね結構いろいろ縛りがありまして、まあ、同点のまま失敗を許さずに降板するということで、まあ、この後ですねちょっと細かいね文字も書いてあったんですけども、まあ、とりあえず同点の時は同点のまましっかり投げ終わりましょうということで見てください。はい、で 2点目、登板中に自チームが勝ち越した場合リードを保って降板するということなんですけども、まあ、ここですね最初に説明した勝利投手や敗戦投手やセーブの方が序列としては上に来るよということだったんで、まあ勘のいい方は分かると思うんですけども、まあ、登板中に自チームが勝ち越したってことは勝利投手がつくなら、じゃあ勝利投手じゃないかというふうになるんですけども、まあ、その後ですね、その後にもしね味方の、他のリリーフピッチャーが打たれてしまって勝利投手の、ね、権利が消滅してしまいましたとなった時に、今度はねホールドの権利が発行されるというふうに覚えてください。なので森浦投手が例えばね、6回を同点の場面で登板して、しっかり3人で抑えました、そしてその次の回ですね、マックブルーム選手のホームランで、勝ち越してよっしゃ勝利投手の権利来たわと思っていたら、次の回ケムナ投手がやらかしてしまって、また同点に追いつかれてしまった。あら勝利投手の権利どっか行っちゃったわみたいな感じになった時ですね、その時はもう勝利投手は飛ぶんですけども、ホールドの権利は残るという形で覚えていただければいいかなというふうに思います。ちょっと複雑ですけどね。はい、ということでですね、まあ、この以前このね今までに説明してきたんですけども、まあなかなか覚えきることは難しいと思いますんで、私なりにもう一言でまとめてみましたのがこちらということで、
楽勝のゲームではない勝ちゲームに中継ぎとして登板し役目を果たした証というのが、ホールドというふうに覚えていただければいいと思います。なのでもう一回まとめます。ホールドというのは楽勝ではない勝ちゲームに中継ぎ投手として登板して、その役割を十分に果たしたという時にホールドがつくというふうに覚えていただければもう一番これはもう間違いないかなというふうに思います。なのでね、大差の時もつかないですし、負けゲームの時にもつかない、そして勝ちゲームの時も競ってるね、勝ちゲームの時に頑張ってしっかり抑えたら、つくよと、そういった時につくよ、ご褒美だというふうに思っていただければいいかなというふうに思います。はい、いかがでしょうか。ちょっと複雑ですけどね。まあそんな感じなので、まあ先ほどもね、申したんですけども、試合中にね、ここつくのかな、つかないのかな、というようなところで見る、ものではないと思いますんでね、新聞なんかに見てね、H がついているのかとか、そういったところで後からね、気づけばいいかなというふうに思います。はい、で、ホールドだけね、ちょっと勝利投手やね、敗戦投手、そして西武とはね、違うところが一個ありますんで、ドンということで、該当者が複数の場合は、該当者全員にホールドが記録されるというふうになっております。なので、先発、大瀬良投手が、例えば、6回まで、投げ切りました。でもちょっとアップアップになってきまして、3点差で降板します。そこからですね、森浦投手行き、矢崎投手行き、栗林投手行きというふうにね、3人繋いでそのゲームをね、3点差のまま、勝利しましたら、森浦投手、矢崎投手にホールドがついて、栗林投手に、セーブがつくということで、まあ、該当者全員にホールドはつきますよということで、まあ、勝利投手がね、セーブというのは1人、1試合にね、1人しか発生しないんですけども、まあ、ホールドは複数に、つきますよというふうに覚えてください。で、さらにチームの最終的な勝敗に関係なく記録されるということで、まあ、森浦投手が投球完結した時点で、あ、これはホールドつきますよという形で、登板を終わった後、まさか栗林投手がね、同点を追いつかれるとかね、逆転されてしまうということがありましても、ホールドの権利は、剥奪されることはありませんよということで、ちょっとね、ここは勝利投手とかとはね、特殊な部分ではあると思います。はい、いかがでしょうかね。ちょっと難しいですけども、ホールドというのはこういう形でなっております。なので、まあ、チームのね、勝利に貢献した中継ぎ投手という感じで覚えてください。はい、で、最後ですね、ちょっとその辺のね、通算記録をまず、ドンということで見てみますと、宮西さん、山口さん、浅尾さんといったところが出てくるよ。ておりますね。ここですね、長年中継ぎとしてね、頑張った投手が、数を稼いでおります。はい、で、年間の記録でいきますとドンということで、2021年清水さんが、50という素晴らしい記録叩き出しておりますね。なのでこれ登板数もね、もっと60ぐらいいっているということで、まあ先ほどね、ここでいきますと2位に浅尾さん入っていますけども、まあ、登板がね、毎年毎年60試合70試合にね、迫るものを投げてしまいますね。やっぱりね、肩は消耗品なんでね、来てしまうので、まあここで見ますとカープの投手が入っていないんで、そういうね、消耗しているピッチャー、逆に言えばいないのかなというふうになりますけども、まあこれね、名前がね、たくさん出てこれば来るほど、西武と同じぐらいね、カープの順位が上がっていくということなので、森浦投手だったりね、矢崎投手がね、ここに名前が連なってくれれば、嬉しいかなというふうに思います。まあ、投げてるね、本人としてはね、こういうところに名前乗るのはね、非常に光栄なことだと思いますんでね、まあ、怪我のことは考えずに、まあ、この監督にね、信頼してもらって、投げさせてもらっているんだということをね、意気に思って投げているというふうに思いますので、ね、ぜひ来年はね、この辺に迫る、記録をね、叩き出してほしいなというふうに思います。はい、というわけで、本日はですね、ホールドについて解説の方していきました。まあ、完璧なね、解説ではないんですけども、なんとなくのね、雰囲気が伝わればいいかなというふうな思いで、作っております。なので、来年はね、ホールドといったところも注目しながら、シーズンの方、見ていてくれれば、嬉しいなというふうに思います。はい、ではですね、このようにですね、もし、視聴者さんの方から、質問の方をいただければ、自分の分かる範囲で解説の方もしていきたいと思いますので、またリクエストあれば、ぜひよろしくお願いいたします。はい、というわけでですね、今日はチンプレイ、コブレイの方やっておりますけども、それには目もくれず、こうして YouTube の撮影の方を行ってまいりました。いかがだったでしょうか。ちょっとでもね、分かったよとかね、分かりやすかったよとかね、いいねって、思っていただけましたら、チャンネル登録、いいねボタンを押していただけると嬉しいです。はい、というわけで、明日また契約更改ね、残り3選手ぐらいいましたんで、あると思います。で、栗林投手のね、記事もちょっと気になるのがね、1つ2つありましたんで、そちらについて明日はね、やっていこうかなというふうに思っております。突然変わる可能性もありますけども、現状そのような予定でいます。ということで、ホールド、森浦投手、矢崎投手、来年はホールドの記録作って、やっちゃろうや！はい、ありがとうございました。おやすみなさい。